はい、アメリカ版の妖怪ウォッチプニプニなんですけど、クリスマスイベントとかも開催されてます。あとクランカボス、妖怪ガシャになんとレッドジェイ、マイティドッグ、ウィスマラマンとかのボスが登場してます。1月1日まで。で、このホリデー、ハッピーホリデーイベントというのはですね、クリスマスコインとかもゲットできます。あとスコアアタックにクローニさんが今登場してます。ということで、まずスコアアタックやってみます。そしてクリスマスコインを使ってガシャ回してみたいと思います。すべてのアイテム使用。クローニとのスコアアタック5000以内に入れるかな。いきます。ダルマとか、あ、ジバニャンと銃の女神ジバニャンとかか。ジバニャンと銃の女神ジバニャンとか。2体目というか2巡目に登場するのがロボニャンとかゴルニャンか。つなぎやすい、アイテム使ってるからやりやすいはずなんだよな。つながれ、つながれ。必殺技打っとくか。フィーバー中に打ってる方がスコア上がりやすいかな。そしていよいよボス登場っすね。クローニ模様というか紋章が入っているというか模様入ってるんで、パーツオブフェリー。今でスコア28万ぐらい。今のが全然さ、嬉しすぎる。シャブシニャン行こう。多分一番ブシニャンがスコア稼げる気がする。残り32秒。運外脅威。お残り19秒。満を持して一旦整理しておきますか。代表ダークワールド、これでつなげる、つなぎやすいはず。残り12秒。まずジバニャン、緊張の弾をやっといて、自由の女神ジバニャン。残り11秒。あと3発ぐらいいきたいな。おっおっ、やばい、残り3秒。そして HP も激ヤバ。延長しときますか。これ2回ぐらい延長できるよね。1回目に延長3000。残り3秒。時間がない、やばい。エンド。もう1回いけるんじゃない。これまで200延長。一冊技一発ぐらいいけるかな。時間なかった。エンド76万ぐらいっすね。アイテムボーナスでプラス 10%、 合計84万3258でした。全米ランキングチェック。1983位だったよね。今1983位、結構いい方じゃない。オールスコア1983位か。そしてガシャも回しときます。クランカ、クランカ回っていうのかな。ですね、こちらクリスマスコイン。クリスマスの時期だからね。 Has a Merry Christmas Feeling。 レアな妖怪出るか。A ランク、トドロキジシ。あ、初ゲットだわ。Let's be friend。 ガシャ何回混ぜるかな。 Y まで3回あるんで、残りガシャ3回回してみます。 Yes! 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 B ランク。 S ランクやっぱなかなか出ないよな。クリスマスガシャ残り2回。
Yes? 妖怪会社からクリスマスプレゼントキュレか。 A ランクとドラギジシ。ローリングスタンスっていう名前か、英語だと。本日ラストのガシャいきます。 A ランク以上来るか。なんかダブルね、妖怪がダブル。はい、ということで以上、今回はアメリカの妖怪ウォッチウィブワーボーでした。